ですね、魅惑うるせえか、まあ、雪山で一晩貸さなきゃいけない。これはあの、まあ、キャンプテントを持って行ってあの一晩明かすこともそうなんですけど、一晩あの、まあ、時間がなくなるとか、まあ、いろんな理由で一晩こう過ごさなきゃいけない時にどうやって生活をするかっていうところで、まずですねテント、まあ、冬用のテントでもそうなんですけど、テントこの今ですね外の外気温がマイナス20度で、風が10メーターの風があってと、秒速10メーター、そうすると、外にいる体感温度としてはマイナス10度プラスマイナス10度なんですけども、このテントの中でどのぐらいの温度だと思いますか。端からいきますかね、水野さんから。大体何度ぐらいだと思いますか、このテントの中の温度。マイナス20度の時に、まあ、人がいて、まあ、寝ててもいいんですけど、起きててもいいんですけど、何もこうエネルギー源としては何もコンロ炊いたりとかそういうことしてないときに、マイナス20度、風も吹いてる、ん？0度、0度。それがさ何度だと思いますか。体験はマイナス20度、風は10メーター吹いてると、外にいるときの体感温度はマイナス30度。10度ぐらい、もうちょっと低い、マイナス10度ぐらい。小林さんどうですか、10度ぐらい。では後ろに行っている竹下さん、5度ぐらいですか。マイナス5度、マイナス5度。マイナス10度ぐらいですか。どうですか、マイナス10度ぐらい。マイナス15度、まあ、これあのその時の、まあ、人の数とかテントの広さとかよってこうテントのあの材質だとかにも多少は変わるかもしれないんですけど、大体僕の経験でですねマイナス20度だと大体中の温度がですねマイナス18度ぐらいかな、まあマイナス15度から18度ぐらいの間、中の温度ね。というのはあの冬用のテント、冬山で使うテントは特になんですけど、テント本体があって、でこのテント本体はですね空気が出入りしてくれないと困るんですよ。中に人が生活しているので空気の出入りこう入ったり出たりとか入ったり出たりとかする素材を使ってるんですよ、ナイロンので。夏場はこの上にフライシートをかけるんですよ。でフライシートはあの水をはじくこう雨水を粒にしてこう下に落とすっていう役割があって、これは完全防水にしたいので、これはですねウレタンコーティングっていうのをしてあって、水を通さない代わりに空気も通さないんですよ。でそのフライシートのテントはどっから空気の出入りがあるかって、この下の部分とあとベンチレーターとかついてればここからです。でテント本体は常に空気が出入りしているという構造なんですけど、これを冬場に使うとですねまずあの中からこう湿気を含んだ空気が出てこの表面につくと、で外はマイナス20度の気温で、この出てきた温度はまあ息だとしたら30度近いような温度の息がつくと、ここにこうどうしても水滴がついてしまう、結露してしまうと、この内側ね、結露すると今度は外気マイナス20度なので簡単に凍ってしまうと、そうするとバリバリに凍ってしまって撤収するときにすごい大変なことになってしまったりとか、あとは雪が降った場合、雪が降るとどうしても雪がこうついてだんだんとこの雪がこう上に積もっていくんですけど、そうするとこの重みでベタッとこの本体にくっついてしまう、こうベタッとこう本体にくっついた状態、こう雪がこう積もっててになると、この本体から空気の出入りもこの空気の出入りのない、まあ、サランラップみたいなものがこう上から覆いかぶさると空気の出入りがなくなっちゃうんですよ。そうするとこの酸素の供給っていうのが、この本体から
受けれなくなるので、この出入りが少なくなると。そうすると今度どうなるかっていうと、今度はこのフライシートの内側も凍りついて、この本体とくっついてしまって、その本体の内側も結露し始めると。で、それがこうバリバリに凍るので、もう氷の壁になってしまう。長い時間置いておくんですけど、まあ、風が吹いたりとかバタバタやってこう氷とか剥がれていくので、そんなあれなんですけど、一応雪がこう積もってしまうと、空気の出入りっていうのがなくなってしまう。例えばここにもこう積もってくるので、この下からの供給もなくなってしまうということで、これではちょっと冬使えないですよということになって、冬用のですね外張りっていうのを使うんですけど、冬用の外張りはですね、この空気の出入りのある生地の外側に冬用の外張りっていうのを貼り付けるんですよ。そうするとこれも空気の出入りのある生地を使うんですよ。だからここからこう抜けた空気はですね、こう中にも入ってきて、風が吹けば風が抜けていったりとかして、常にこう暖かい空気は上に行くと、で冷たい空気はこう入ってくるっていう、こう対流が起こるんですよ。テントの中と外で、そうすると、まあ、そんなにこう外気温と変わらない状態になってしまうと。ただ人がいて寝てたりとかすれば、多少その温度の違いで体温とかがあるので、まあ、3度とか2度とかはちょっとこう外気温よりはマシな温度にはなっているぐらいな感じだけど、でもマイナス10度とかマイナス15度とかになると、マイナス20度近い、まあ、外気と温度とそんな変わらないので、そうすると寝袋がないといられない。寝袋があってもなかなか辛いと、寒いという感じで、だいたい同じぐらい、まあ、1度2度あったかいぐらいですよっていう感じです。じゃあ次にですね、これ結構辛いですよね、テント、雪山、寒いところにあるテントは。そうすると次にこう斜面にですね穴を掘って、雪洞っていうのを掘って、ここの入り口をですね、まあ、密閉まではいかなくても閉じた状態、ちょっと空気穴を開けてたりとかして、でここにいるとですね、どんな何度ぐらいだと思いますか、水野さん。まあ、外はマイナス20度、同じですよ。気温としてはマイナス20度で、風も10メーターの風が吹いていると。外に出た体感温度はマイナス30度ですよ。マイナス5度。どうですか、北川さん。同じぐらいですか。どうですか、北川さん。0度ぐらい。0度ぐらい。どうですか。5度ぐらい、プラス5度、プラス5度ですか。あ、プラス5度。どうですか。同じく、大体5度ぐらい。どうですか。0度。0度ぐらいですか。まあ結構皆さん近いんですけど、大体ですね、マイナス2、3度ぐらいかなって感じ。マイナス2、3度ぐらい。まあ、多少は外気も入ってくるし、人がいるから温度は高いけども、どんどんこの氷の壁に閉ざされているので、あの冷やされると空気は、その中で大体まあマイナス 0度からマイナス2度ぐらいなんですけど、どちらかというとこのマイナス20度っていう環境の中ではマイナス2度ぐらいかなっていう感じです。そうするとですね、マイナス2度だと、まあ、寝袋なくてもまあ寒いけど、まあ、ギリギリいられるぐらいな感じで、でこの床面はですね、まあ、雪の上に乗っかっているので、この雪の上に直接乗っかっていると体温を奪われてしまうから、リュックかなんかこう引いて、まあ、マットとかあればいいんですけど、引いて上に乗っていればそれほどこう体温も奪われないので、これはテントも同じなんですけど、テントもこの床の1枚布の下は雪なので、その上に乗っかっているから、まあ、マットとかはあると思うんですけど、これもツエルとかなんか引いていれば OK で、ただこれがですね、ここ密閉、まあ、密閉までいかなくても、ここ札を取りなければ、同じようにマイナス20度になってしまうと。だから風が足らないよっていうだけで、まあ、外気温度と近くになってしまうっていう感じで、そうするとですね、まあ、テントよりは雪道、雪の中の方が暖かいですよっていうところで、雪山で泊まるときは、まあ、快適なのは雪の中っていう。ただ掘るのに時間がかかるとか、外の様子が分かりにくいっていう面もあるんですけど、とりあえずうまく掘らないとこう崩れちゃったらアウトみたいなこともあるし、まあ、崩れないような場所を選んで崩れないように掘るんですけど、一応まあこの冬山でですね、もしビバークをすると、テントとか寝袋がなければ、テントとかツエルトでくるまるよりはツエルトも同じなので、この雪穴を掘って
泊まった方がとりあえずは一応あの朝までは生き延びる、まあ、ぐっすりは寝れないかもしれないし寒いかもしれない、寒いのは我慢するけども一応いられるぞという感じです。よろしいでしょうか。でそのためには何が必要かって言ったら、まずショベル、スコップが必要ですね。スノースコップ、こういうもので、あの雪用のスコップって結構軽くできているので、まあ、雪山行くときはもう必需品なんですけど、こういうスコップを持って、いかにこう掘る。でスコップがない場合は、あの例えばかんじきとか、あの 鍋持ってれば鍋で掘るとか、もうそういう方法しかないので、あのすごい時間がかかってしまうと。ピッケルとかで掘ってもそうなんですけど、すごいこう手で掘るっていうのはかなりも時間かかってしまうので、やっぱこうスコップ類を携帯した方が、まあ、そういう可能性のあるところでは。ただ穴を掘れないぐらいの雪だとしたら、その雪質だとか、今例えば八ヶ岳に行けば多分これ穴を掘る場所っていうのはなかなかない状態だと思うんですけど、そういう時期はなかなか穴掘れないと。そうするとこの雪道っていうのはできないので、また違う方法を考えなきゃいけないんですけど、一応こんな感じで、まあ何メーターかの積雪がないとできないし、まあ掘り方もいろいろあるんで、その辺はですね、年末年始のつばころ岳の時に一応その雪道っていうものを掘ってみる、その 3000m 付近の稜線で掘って中に入ってみてどんな感じかっていうのをこう体験してもらうんですけど、一応そういう予定で一応雪道っていうのは結構この冬のビバークには必需品というか、もう掘れる環境だったら掘った方がいいと。だからテント持って行っても風が強いとかで、この稜線に張らなきゃいけないような時危険なので、風が強いところでテント張ると、そういう時は雪道を掘った方がいい場合もあるので、まあ、テント持っててもテントで泊まる予定で行っても、その状況によっては雪道の方がいい場合もあって、雪道を掘るっていうこともあります。あとは腹からテントとか持っていかないで雪道を掘るつもりで行くっていうこともあるんで、だいたいですね、僕で1時間半から2時間ぐらい、だいたい3人ぐらい入れる寝れるぐらいの雪道を掘るのにだいたい2時間ぐらいはかかるので、まあ、そのぐらいの時間の余裕を見て掘り始めないと、結構なんかこう暗くなって右往左往してるような感じになってしまうと良くないので、早めに掘り始めるという感じです。よろしいですか。雪の中の温度、まあ、だいたいマイナス、その時のまあ条件によるんですけど、マイナス 2、3度かなっていうところですかね。で外気温はマイナス20度の時にっていう感じです。夜はもっと冷える時はもっと寒い時もあります。でツエルと中、テントの中はプラス、その外気温プラス2度、1度、2度っていうぐらいの温度にしかならないので、火を焚けば別なんですけど、火を焚けばこもるので、暖かい空気がこもるんで、ある程度暖かくはなるんですけど、で次のページかな、その下、かんじきスノーシュよろしいですか。ここは結構ですね、その知識としてこう頭の中に入ってるだけでどうしなきゃいけないかっていうのは分かると思うので、実際にはこうあの雪道も掘ってみないと分かんないと思うんですけど、どんなものか入ってみないと分かんないんですけど、こうするんだよっていうことが、そうすると今度じゃあ雪道掘りたくなってくる、